皆さんこんばんは、リサです。皆さんこんばんは、ミキです。はい、というわけで今日は2人で、はい、とある秘密の場所に向かおうと思います。どこですか？それはついてくるのお楽しみです。楽しみ何これ。キャーなお肉です。すごい。いただきました。お肉でございます。あおいしそう。小鉢はお客様手前、自家製の味噌ダレ、自家製のポン酢でございます。おいしい。幸せ。ポンさん対決イエーイ。というわけで今回の挑戦は一分間でどっちがより泡を立てられるか対決。というわけで、はい、突然ですが、はい、泡立てていきたいと思いますので、はい、こちら1分間測っていきたいと思います。ちゃんとね、タイマー測っていきましょう。じゃあですよ、はい、不正ないですからね。不正ないです。大丈夫ですか？はい。何の不正ですか？準備よろしいですか？はい、大丈夫です。では 3,2,1 スタート。え、結構、あ、結構って結構漏れますよ。あ、こっち派ですね。あの、縦派ですか横派ですか、どっちですか？結構体が動いてくスタイル。ちょっと待って、あと40秒くらいあるんですね。ミキの方が乗ってこな感じが。いやいや、これもうあの高さだから。あ、高さ、高さ、あと10秒だ。でもいけるいけるいける、もっと頑張ろう。あー、もうダメだ、限界だ。いける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 、これ見ることだけ。待って待って、筋肉痛がすごい。はい、はい、1分経ちました。結果はこちら。こちら、どうだ？私でしょ。いや、これ完全に私。あれ見て、これ泡の質の問題なのか高さの問題なのかって話。そうですね。なんか確かポンの方が濃密、クリーミー。私は高さで勝負したから、本当だ。多分10分後には結構負けるかもしれない。なんか全然違うね。本当だ。というわけでこの勝負、私の勝利、イエーイ。濃密さん、私の勝利、イエーイ。認めないじゃん。実は今泡立てたこちらなんですけども、はい、ヘアレシピでございます、はい、今回はヘアレシピのミントブレンドクレンジングレシピというこちらのシャンプーを使っていきました、はい、なんだろう、いちごだけどちょっとミントで、うんうんうん、もうここからでもスーッとする感じですよね。めっちゃいい匂いしてくるのよ。本当に泡立て始めた時にこの香りが立ち始めたね。そう、あのいちごの甘いだけじゃなくって、うん、ちょっとさっぱりした感じもちゃんと香りに入ってるんですよ、ね、結構すっきりした感じの匂いがします、うん、します。はい、今こちらにね、ヘアレシピのシャンプー全部香りを出してあるんですけど、こちらですね、一番こっちの緑がキウイ&イチジクエンパワーボリュームレシピシャンプーですね。これポンの一番のお気に入りのね、匂いのやつ。私一番お気に入り、すっごいいい香り、うん、そしてこちらハニーアプリコットエンリッチモイスチャーレシピという、うん、私こっちが好きなの。そうですね、イメージあります、うん、爽やかでこっち甘い感じで、うん、確かに確かに。そしてさっき泡を立てたこちらがミントブレンドクレンジングレシピ、うん、これは本当すっきりっていう感じの本当にいい匂いだね。本当にあの、うん、今ここにこれあるじゃないですか、うん、これなデドックスウォーターっていう。デトックス。ストロベリーとペパーミントの香りがもたらす至福のひととき、うん、でクレンジングブレンドで天然由来成分入りのクレンジングジュースが地肌と髪をピュアな状態へ、はい、すごい。これもかなりいい匂いで、私はこれ使った後にこちらのトリートメントのこのキウイのタイプの、はい、シリーズのやつを使ってます。これってあれだよね、毎日使いで、これはスペシャルケアで週1から2回ぐらいで使うっていうやつで、地肌をしっかり洗えるっていうタイプのものですね。はい、え、これどういう時にポンプ使ってる？私は撮影前とか、うん、あとイベントとか。あ、でもヘアレシピ自体、うん、全部のシリーズが本当にいい匂いするので、うんうん、特別な時とかも。わー、あー、特別な、特別なちょっと後で詳しくちなみに私もこれ使ったんだけど、うん、暑い時期とかこれからなってくるじゃん、うん、はい、そういう時ってこうスーってするとお風呂から出た後汗かいたりするから、すごいスッキリしてる感じがして使ってますね。すごいこれいいですよね、うん、今ってめっちゃ紫外線強かったり、うん、これからこう海とかイベントだったりとかで結構傷みやすい時期がやってくるんですけど、うん、ヘアレシピってさっき見てもらった通りで、うん、
めっちゃ泡立ちがいいんで、すごいいいですよね。すごいいいよね。香りもいいし、濃密だし、うん、髪って濡れてる時すごい傷んで、うん、傷みやすいじゃないですか、うん、だからこそこういう優しい泡とか使うとより髪にいいなっていうのはすごい、摩擦が減ってくれてね、うん、そう髪にも優しいので、これからの時期にめっちゃぴったりなシャンプーかなと思います。はい、でさっきからチラチラ見えてるかとは思うんですけど、うん、はい、こちらフルーツたち、じゃじゃーん、はい、美味しそうですね。めっちゃ美味しそう、うん、でこちらのシャンプーたちはですね、うん、はい、このフルーツたちからイメージを受けた香りでできているわけです。これ何があるんですか。こちらからイチジク、キウイ、いちごミント、アプリコットとなっております。食べていいですか。はい、一番好きなやつがいっぱいあるけども、もちろんこちらですね、いちごです。はい、乾杯。かわいそう。これね、食べる方どっちからか分かってますか。あれ、あ、学びましたよね。勉強しましたよね。こちらから食べるんですよ。正解です。おいしい。いい匂いしますよ。すごいこの香り厳密に再現されてる感じ。めちゃくちゃいい香りです。いい香りする。すごい爽やかですね、やっぱり。これも好き。やっぱ私はアプリコットを味わって、私の好きな使い方というかレシピはですね、週1回か2回こっちのすっきりするのでしっかり地肌を洗って、で普段は結構カラーとか頻繁にというか月1回ぐらいでやるんでダメージ受けやすいから、うるつやのタイプのアプリコットを使うのが私的なレシピかな。私、ボリュームタイプのこちらの方を普段は使ってて、週に 1,2 回こっちのクレンジングシャンプーを使ってます。このね、香りがいいよね。やっぱこの香りと泡立ちがすごくいいので、使うのが楽しいです。わかる。なんかお風呂場でシャンプーした時って、匂いがすごい立つから、なんかちょっとリラックスっていうかリフレッシュみたいな効果もあって、やっぱ香りのいいものを使うっていう、私の中ですごい癒されます。お風呂の時間としては大事な時間かなと。至福の時間です、かなり。はい、私たちはこんなレシピで使っています。でヘアレシピはですね、こだわりのレシピでできているので、ぜひ皆さんもこだわりのレシピ見つけてみてください。見つけてみてね。公式サイトの方には髪の状態を診断できるジューシードチェックがあるので、ぜひやってみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。リサでした。ミキでした。バイバーイ。バイバーイ。